今日は皆さんにお知らせがあって集まっていただきました。じゃあそのまま座っていただいて大丈夫です。ニアリーイコールジョイ FM ナックファイブで、ラジオのレギュラー番組です。タイトルは、ニアリーイコールジョイのラジオで夜更かし。初回収録です。ニアリーイコールジョイのラジオで夜更かし。嬉しいね。第1回目ドキドキで曲とかもね流していただけるみたいなので、なんか自分たちの本当に番組なんだっていうのがじわじわと実感しております。嬉しい、ありがたいです。みんな夜更かしメンバー多いのね。ニアリー夜更かしはもう任せてください。頑張ります。よろしくお願いします。そんな感じでちょっとまず第1回の方の打ち合わせをさせていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、ちょっとこの番組あのメインパーソナリティといいますか、毎回固定のメンバーを決めないという方向になってますので、ちょっと皆さんにこうセリフを結構細かく割り振るような形で、まあ順番に喋るような感じで台本をまずは作らせていただきました。で、今日は、まあニアジョイのラジオでお聞かせ最初の放送なんで、まず私たちニアジョイどんなグループなのか、まあ、皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。知ってもらいたいと思います。ということで、まあ、ニアジョイではどういうグループなのかというのをぜひ皆さんからですね、まあ、そのぜひここは伝えておきたいぞと、そうグループ全体の話ですね。個人の話はこの後するので、はい、まずはニアジョイとはどういうグループなんですかっていうお話をぜひ皆さんでしていただければと思います。はい、はい、では最初の3人の皆さんスタジオにお入りいただいて、ちょっとメイクチェックしてください。よろしくお願いします。ニアリーイコールジョイのラジオで夜更かし。ナックファイブを聴きの皆さん、こんばんは。ニアリーイコールジョイの市原愛美です。大城美月です。小沢愛美です。今日からスタートしたニアリーイコールジョイのラジオで夜更かし、今週は私たち3人が夜更かししながらガールズトークをお届けします。イエーイ。あー、ついに始まりました。始まったね。ドキドキ緊張してる。ちょっとしてるよ。私、ニアジョイの〇〇キャラです。ニアリーイコールジョイは指原莉乃さんプロデュースのアイドルグループです。いきなり全員のプロフィールを覚えるのは大変だと思うので、まずは私たち3人がグループの中でどんなキャラなのかそれぞれ発表していきたいと思います。いじられキャラ、妹キャラ、ツッコミキャラなど、自分のことを何キャラだと思っているのか、そして他の2人から何キャラだと思われているのか、その違いも楽しんでいきたいと思います。楽しみ。面白いね。ドキドキする、ね、どう思われてんだろう。気になるよね。どうしよう、ぶっ飛んでたら。ちょっと胸かけたら、マイスタッフの第1回目の収録が終わりました。水を押してさ、気出さいちゃう。第1回目終わったね。終わりましたね。いや本当に楽しかった。もうラジオ大好きマンなのですごい楽しかった。でも緊張したね。緊張した。でももっともっと話したいと思った。ね、うん、もっと話したい。でもこのなんか3人のメンツっていうのもさ、なんか意外だったから、そうだから嬉しいね。もう一回この組み合わせで、この組み合わせでね、何週目後だろう、何週後だろう、分かんないけど楽しみです。ありがとうございました。初回の放送は4月1日でございます。何でした。いやそれは第1回目は4月1日で、4月初めだから、4月で初めての夜更かしはニアジョイと共にぜひ夜更かしをしましょう。お願いします。嬉しい夜更かし。
3人でお好きなタイミングで結構でございます。あの声を揃えてタイトルコールからもらっていいでしょうか。お願いします。ではニアリーコールジョイのラジオで夜更かし、マックファイブをお聞きの皆さん、こんばんは。ニアリーコールジョイの大西葵です。藤沢理子です。山野アリスです。ニアリーコールジョイのラジオで夜更かし、今週は私たち3人が夜更かししながらガールズトークをお届けします。はい、緊張してる？緊張してますよ。その私たちのね、初めてのレギュラー番組ということで、まあでも2回目の放送にはなるんですけどどうですか？どうですか？どうですか？でも夜更かしって響きがもういいよね。結構夜更かしする？する。めっちゃする。めっちゃする。でもなんかする子がニア沿いでは多いからなんか嬉しいですね、うん、夜更かしって入っている自分たちの番組があるなんてと思って嬉しい。もうね、見てるだけでね、うん、なんだろうね、もう全ての嫌なことが吹き飛ぶよね。うん、本当わかる。嬉しい。アリスがね、そこに存在してくれるだけでねなんだろう、世界平和だよね。何からさ、アオイのさ、アリスへのコメントがさ、ガチなのよ。ガチなの。結構。ごめん、ね、ちょっと嬉しいんだよ、本当に。なんか重みを感じる言葉一つ一つ。重みを感じる。重みを感じる。ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっと最初に収録した3人で、はい、あのラジオで流れる CM を撮りたいんですけども、はい、いいですか？ありがとうございます、もう終わったと思って緊張から解放されていた。緊張してきた。私たちと一緒にラジオ1年ぐらい流れるかもしれない。緊張する。 CM って弱いね。やばい。私たちと一緒に聞こう楽しみ。私たちと一緒にラジオを聞いて夜更かししましょう。カメラめっちゃしましょう。ニアリーコールジョイの市原恵美です。大島美月です。小沢恵美です。私たちニアリーコールジョイの番組、ニアリーコールジョイでラジオで夜更かし。もう一回行きましょうか。わかります。ニアリーコールジョイの市原恵美です。大島美月です。小沢恵美です。私たちニアリーコールジョイの番組、ニアリーコールジョイのラジオで夜更かし、毎週土曜日の深夜0時半から真夜中のガールズトークをお届けします。私たちと一緒にラジオを聞いて夜更かししましょう。聞いてねー。1回目の子たちの収録をちょっと見学はしていたので、まあ、こんな感じでやろうかなみたいなのはあったんですけど、いざブースに入るとちょっとカミカミというか、なんか意外とそんな緊張しなかった。うん、ね、ただ噛む。ただ噛むけど。ただ噛むよね。うん、最後とか私めっちゃ噛んじゃったんですよ。オーディションの思い出話だったりとか、ね、指原さんについてちょっとお話をさせていただいたりとか、うんうん、ニアジョイの曲もね、流してもらって、うんうん、そうね、盛りだくさんなラジオになっております。夜更かしなんですけれども、楽しくて目ちょっと覚めちゃうぐらいの楽しさでお送りしてるので、寝る前にね聞いていただけたらなと思います。4月の8日の夜の12時半からです。ぜひお聞きください。